中日の斉藤幸樹投手が開幕からの無失点を続けている。15試合に9円登板して2勝0敗。リーグ単独2位となる10ホールド。防御率0.00。昨年6月に日本ハムからトレードで加入した27歳にマジで別人すぎるとの声が上がっている。写真、投手が元アイドルと電撃結婚夫人と肩を寄せデレデレする熱々ツーショット。 北商工から2014年ドラフト5位でオリックス入り。2020年には32試合に登板したが一軍定着には至らず、2022年11月にトレードで地元の日本ハムに移籍した。しかし、日本ハムでは4試合の登板のみで再びトレードで放出されていた。昨季の中日移籍後は、31試合の登板で2勝0敗、11ホールド、 防御率0.73の大活躍。今季も好成績を続け、移籍後の46登板で防御率は0.49。移籍前の62登板は防御率6.44だったことを考えると、別人のような変化だ。また、トレード相手の山本匠、軍司優也も日本ハムで結果を残し、ウィンウィンになりそうだ。強力ブルペンを支える左腕に、 SNS 上のファンも反応。化けたなあ、いいトレードになってるな、これはもう意味わかんない。何が斎藤君をここまで変えたんやろ、何か成績に理由あるのこれは本当に良いトレードだったと思う。斎藤幸樹は中日が育てたとのコメントが寄せられている。